私なんかはね、ドロップアウト世代ってねいう感じで、社外とはちょっとドロップアウトしてるんだっていうのはあったんだけど、私なんかの時代はいつまでサーフィンなんかやってんだとか、そういう時代でしたから。俺はだから76年からアルバイトで入って、7年からスタッフに、っていうかもういいよ来なくていいって言われたんだけど、いらないからってでも言っても、写真整理して農協から送られてくる写真なんか整理しちゃって、言いついちゃっただけだからさ。最初サーフマガジンっていうので、働き出した時は波今度どこに取材に行こうっていうのも自分なんかで決めて、海外にもう波だけ求めてね、いろんな国に行けたっていうのは、この仕事しててよかったなっていう部分はありますよね。やってなかったらこんなにはいけないと思うしっていう感じでね、はい。でやっぱりそれよりもまず自信になったっていう、そっちの方のこうインパクトが強くて、でテレビつけてたらたまたま宮城県の仙台空港のその実況中継が出て、津波ですってなって、津波なんだなんて、全然近いのにそういうさ、自分たちもここになってんじゃんって、全然その時って頭なかったね。意外と僕よりも大先輩でもっとたくさんこの地域に関わった人たちってたくさんいたの。ところがその人たちの半分は帰ってこなかったね。だからそこまでこの地域に思い入れもなかったろうし、でももっとその他で自分たちのねベースをさらにこう拡大していける何かがあったのかもしれないね。でも俺はそれよりはやっぱこの地域に帰ってきて、この地域でもう一度再生していきたいなっていう方がやっぱ強かったからさ、まあそれで俺は戻っていきたいなっていうやっぱ気持ちも強かったしね。俺がシェイプを始めた、そのさっき言ったそのお姉ちゃんの彼氏、手塚信之さんっていうレジェンドなんだけど、その人に教わったっていうか、遊びに行ってたんだよ普通にシェイプの。で終わなんかずっと見てて、なんかそんなに興味はなかったんだけど、終わるの待ってて、で終わったら掃除してみたいな、それが結構繰り返してて、そしたらなんかもうすごい自然になってたんだよ。ちょっと生き物っぽいものを作りたい、動物よりも生き物っぽいものを作りたい、まあでも工場生産になるとその辺の細かなとこはまだできないんで、そこはちょっとこれからもかなりというか楽しめる部分でもあるので、まだまだいじれるところにたくさんある。でも好きだから何の苦でもない、それはただ好きだからやってるしできてるみたいな。始めようと思ったきっかけは、まあ自分がその世界回ってて、日本ってなかったじゃんね昔多分、まあ俺の時代はなかったのよ。いやそういうので何やろうと思って、じゃあ自分はちょっとその自分はもうチャンピオン取って、その時にじゃあちょっと育成コーチだから現役ありながらキッズのコーチは始めてた。サーフィンは好きであることがすごい大事で、まあもちろんそのコンペのしないフリーサーフィンなりもサーフィンって楽しいものだから、まあ、サーフィンの楽しみを忘れない、まあ、それかつもしも試合で勝ちたいんだったら人の何倍も努力しないとやっぱそこに行くのは難しい。ただ毎日サーフィンするだけじゃなくて、そのサーフィンする質の問題も出てくるから、そういうのもちっちゃい頃から考えながらやって楽しみながら頑張ってほしいです。将来の夢は世界で通用するプロサーファーになりたいです。なんかスピードがあって自由自在に板を動かせるようなサーファーになりたいです。将来世界で活躍できる、
有名なプロサーファーになりたいと思ってます。